Ravana is a character in the Hindu epic Ramayana, where he is depicted as a Rakshasa demon king of Lanka. The Rakshasa demon king lived in Shigiriya, or the Shigiriya rock in Sri Lanka of present day. Ravana というのはヒンズー教神話ラマヤナにおける神ですが、その中ではランカ、つまりスリランカの悪魔の王としても表現されています。猿の顔をした王として表現されています。その王は現在のスリランカのシギリアロックに住んでいました。広志林浜松シティジャパン。スリランカのそのシギリアロックからナスカに線を引いてみます。右側の黄色いラインがスリランカのシギリアロックから引いてきたラインです。そのラインはこの滑走路と正確に一致します。つまりこの滑走路はスリランカのシギリアロックの方向を正確に示しているということになります。そしてそのやや下にこの矢印の中心に注意してください。ここには猿のランドマークが描かれています。拡大してみます。やや見にくいので明度を上げコントラストを下げてみます。するとここに猿のランドマークが現れてきます。つまりこの猿はスリランカの猿ラバナマンキーを示しているということになります。オッポが異様に長い点に注意してください。参考までに左上に示したのが日本ザルです。ラバナマンキーと比べてオッポが大変短い点に注意してください。で、先に結論を話しておきます。ナスカのラインは滑走路です。その拠点を示す滑走路です。そしてナスカに描かれている一筆書きのランドマークはつまりランドマーク標識ということになります。by 林浩司説です。その証拠の一つがこのラバナマンキーということになります。Ravana is a mythical multi-headed demon king of Lanka in Hindu mythology. With 10 heads and 20 arms, Ravana could change into any form he wished. Representing the very essence of evil, he famously fought and ultimately lost a series of epic battlesAgainst the hero Rama, seventh avatar of Vishnu. ラバナはヒンズーの神話の中に出てくる複数の頭を持ったランカの悪霊の王である。10個の頭と20本の腕を持ち、どんな姿にも化けられた。ラバナはラマ、つまりヴィシュヌの7番目の化身であるラマとの戦いに最終的には敗北を期する。広志林浜松シティジャパン。事の発端は、つまり私がラバナ神について調べてみようと思ったのは、スリランカ在住のニック・ジョーンズさんという方からこんな書き込みをいただいたことです。ラバナの義理の兄弟はラバナになる前、ここすなわちスリランカに住んでいました。つまりラバナのおじいの
マヤダナワによってもともとはデザインされました。とスリランカといえばあのシギリアロックのスリランカです。それに海峡をまたぐアダムズブリッジと呼ばれる大変奇妙な地形があります。それで調べてみました。ラバーナ神です。もう一度最初から繰り返します。ラバナはヒンズー教の神話の中に出てくる複数の頭を持ったランカの悪霊の王である。10個の頭と20本の腕を持ち、どんな姿にも化けられた。ラバナはラマ、つまりヴィシュヌの7番目の化身であるラマとの戦いに最終的には敗北する。ラバナはひどい悪霊で、かつランカ、現在のスリランカの要塞島の王であった。ラバナの父親はヴィスラバスで、母親はニカサであった。共に人肉を食べる悪霊であった。ラバナは汚いやり方で半分兄弟であったクベラを島から追放し王座に就いた。クベラというのは富の神であった。ラバには多くの息子がいたが、中でも3つの頭を持ったアクサや姿を消すことができたインドラ・ラジットがよく知られている。ラバナとその妻は人肉を食べる悪霊であったというのです。そして10個の頭を持ち20本の腕を持っていたとされます。ラバナ神と言われる象の写真を集めてみました。そのラバナ神はシバ神に戦いを挑み敗れ、そして千年の刑を受けるということになりますが、シバ神も負けていません。伝説によれば25の顔と52本の腕を持っていたとされます。これがシバ神です。このラバナ神で思い出したのが11面観音像です。これは法華寺の11面観音龍像です。国宝と言われる像は日本にはたくさん残っています。その11面観音とラバナ神は関係があるのかないのか、10と11の違いはあります。ラバナ神は11の頭を持っていたとされます。そして11面観音は文字通り11の頭を持っていたとされます。冠のところにその頭が表現されています。11面観音です。日本には日本独特の解釈の仕方がありますから、11面観音イコール悪霊ということにはなりませんが、しかし大変そのコンセプトがよく似ている点に注意してください。イエスかイエスでないか、ノーかノーでないか、やはり頭の中で綱引きが始まります。偶然なのか偶然でないのかということですね。つまりスリランカのラバナ神と日本の11面観音、英語では Holy Saints と翻訳されていますが、その11面観音とは関係があるのかないのか、頭が10個もしくは11個あるのは偶然の一致なのかということですが、ここだけでは結論が出ません。ただスリランカに残る伝説というか神話によれば、ラバナ神はあのシギリアロックと深く関わっているということ、そしてあのアダムズブリッジとも深く関わっているということです。伝説によればあのアダムズブリッジは
一夜にしてできたとも言われています。通称アダムズブリッジというのはスリランカとインド大陸をつなぐ、まさしくブリッジ、橋ということになります。全長50キロ、15世紀にサイクロンに破壊されるまで人は歩いてその橋を渡ることができたそうです。そして通称シギリアロックです。シギリアロックの入り口の像ということになります。5000年前のラバナ王のアラカマンダ宮殿と言われています。ラバナの神話を翻訳しておきます。紀元前5世紀に書かれた最も古いサンスクリットのラマヤナの中にラバナの名前が出てくる。それによれば悪霊の王のラバナはナンディサ、つまりシバ神、別名ナンディスバラに戦いを挑んでいる。その物語によればある日ラバナはサラバナの山の中を通り過ぎているとき、色の黒い猿の顔を持った小人に出会ったが、その小人はラバナを通さなかった。なぜならそこでシバが狩りをしていて、シバを邪魔させたくなかったからである。ラバナはシバとは誰なのかと聞き、怒って山を揺らした。このことがシバとシバの妻のパルバティを困惑させた。特に妻のパルバティは恐れで震えた。シバとパルバティは山の頂上に座り、そのつま先を地上に静かに下ろした。その時山々はラバナの多くの腕の上に落ちた。その悪霊はあまりの痛みで泣き叫んだので、シバはその悪霊をラバナと名付けた。ラバというのは泣き叫ぶという意味である。ラバナはシバにより1000年間許しを願い、その苦難から解放された。ここで猿の顔を持った小人という言葉に注意しておいてください。では林博士のナスカ理論で検証してみます。これがシギリアに残るロックペインティングです。そしてシギリアロックです。そのシギリアロックの中心点からナスカにラインを引いてみます。この黄色いラインがナスカに向かうラインということになります。ナスカにはシギリアロックの方向を正確に示す滑走路、つまり飛行場があります。この黄色いラインはその飛行場の中心のラインと重なります。ということはこの滑走路はシギリアロックの方を正確に示しているということになります。緯度経度はここに示しておきます。視点をやや上に上げてみますと、このちょうど中央下あたりですけども、ここに猿のランドマークが描かれています。この猿のランドマークの横をですね、中国の敦煌莫高窟からのラインが横切ります。で、その近くに猿のランドマークがあるということになります。見にくいので別の絵を貼り付けてみました。これが猿のランドマークです。先ほどのシギリアからのラインは敦煌莫高窟のラインとこの近くで重なります。エラーは800メートルです。エラーは
今言いましたように800メートルですから、直接シギリアロックのラインと関係があるとは言い難いということになります。しかし猿でここでつながります。猿のランドマークの近くにシギリアロックからのライン、つまり滑走路があるということになります。関係があるのでしょうか、それともないのでしょうか。今の段階ではペンディングということにしておきますが、で結論ということになります。アジア全土の地図です。中央、北、スリランカ、シギリアロックがここにあります。ラバナシンです。そして右上にジャパン、11観音像のあるジャパンということになります。ラバナシンは10の顔持っていたと言われています。像によっては9つの顔で表現されているのもあります。そして11面観音は文字通り11の顔、残り10個は冠として表現されることが多いので、実際には10面ということにもなるのかもしれません。まあそうなると大いに関係があるのではないかと思われます。最後に皆さんをアダムズブリッジへ案内します。インド大陸とスリランカをつなぐ奇妙なブリッジです。伝説によれば一夜にしてできたと言われています。ことの真偽のほどは分かりませんが、このような地形がここにあること自体謎ということになっています。世界の重大謎の一つに数えられています。これがアダムズブリッジです。それについての動画は別のところで発表しましたので、どうかそちらをご覧になってください。では今日のポイントをもう一度おさらいしておきます。スリランカのシギリアロックです。このシギリアロックからナスカに線を引いてみます。この黄色いラインがナスカに向かって引いたラインです。ナスカにはシギリアロックを示す滑走路があります。この黄色いライン、右から引いてきたラインがシギリアロックから引いてきたラインです。寸分の狂いもなくこの滑走路と重なります。つまりこの滑走路はシギリアロックの方向を示しているということになります。そしてそのシギリアラインの下、約800メートル離れたところにこのランドマークがあります。つまり猿のランドマークです。猿のランドマークです。この猿で注意していただきたいことは、おっぽですね、おっぽが異様に長いということです。長い尾を持っているということですね。その猿に注意してください。これがナスカの猿です。尾が異様に長いですね。このように長い尾を持った猿は大変珍しいです。つまりこれがラバナマンキー、ラバナの猿、つまりスリランカの猿ということになります。右上はスリランカの神、つまり猿の神ということになります。つまりスリランカと猿の神はですね、このように深くつながっているということになります。結論ということになりますが、ラバナシンと言っていいんでしょうか。その中心地がシギリアロック、そのシギリアロックからナスカに線を引くと滑走路がある。そしてその滑走路の約800メートル離れたところに猿のランドマークが
あるということです。繰り返しますが、この猿の尾の長さに注意してください。異様に長いのがわかります。これがラバナマンキーです。尾が異様に長い点に注意してください。左下はジャパニーズマンキーです。尾がほとんどない点に注意してください。中央がラバナマンキーです。つまりナスカに描かれているこの猿はラバナマンキーということになります。そしてその横にシーギリアロックを正確に示す滑走路がある、イコールこの猿はシギリアロックを示すランドマークということになります。これが林浩司のナスカ理論の正しさを証明する証拠と証明ということになります。 Bye for now.